はい、沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さん、こんにちは。沖縄ミュージックジャーニーアフタートークということで、素敵なお客様に来ていただきました。この方です、どうぞ。こんにちは、生間明です。やいやいやいや、もうダイナミックでいいか、踊りたい。いや、ね、沖縄ミュージックジャーニーの本編でもね、はい、いろいろ楽しいお話をこう聞かせていただきまして、はい、特にね、生間明さんが提唱する、はい、このハイパーエーサーミュージックとは何ぞやみたいな、はい、大冗談から入ってきましたね。まあね、もう僕も悩みつつまあね、今で言ったらやっぱり沖縄のダンス、はい、新しいダンスミュージックっていう感じですね、うん、そうですね。また沖縄音楽の新しい扉を一つガチャンコと開いたような感じでね。で、まあ、特にあれですわ、ダイナミック琉球、はい、もう3、4年ぐらい前からこう密かにこうじわ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 と来てたんですけれども、去年あたりで、今年の夏はもうドーン来た。そうですね、応援歌で流行ってね、もうびっくりです。僕もありがたいですね。もう8月はダイナミック琉球しか聞いてなかったんじゃないかぐらい本当にね、うん、甲子園ですごかったんです、はい、沖縄だけじゃないですもんね、はい、あれがね、生間さん的にはちょっとびっくりこいた感じ。そうです、全く知らなかったので、うん、で教えていただいて、応援歌で流行ってるよ、うん、でどう思うって言われても、と思ってね、うん、でもありがたいなと思って、自分なりに思うこと、やっぱりそのダイナミックに生きてほしい、はい、沖縄の人に生きてほしいと思って作った曲が、誰にもそのエネルギーを与えるんじゃないかなと思って、気に入ってもらってるのかなと思います。はい、素晴らしい。やっぱダイナミック太田さんのダイナミックはこれなんだね。みんなそれぞれいろんな表現がありますから。まあいいですけど、せっかくなんで、はい、ちょっとワンコーラスだけで、その、アルプススタンドにいるような僕は気持ちになってこう聞きたいなと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。じゃあ、海よ そう言っていただくと嬉しいです、ね、この魂からの頃 ね伝わった、こういう風に歌うんだよ。この歌が作ったの自由ですよ、自由歌い方は自由。さあ、というわけで、それで生間さんなんですけれども、うん、実はニューアルバムが、ね、はい、リリースされておりまして、タイトルをお願いいたします。はい、スピリットオブカーニバル2です。2でございます。ダダダーンが出ました。やったー、素晴らしい。これ写真もいいですね。あ、もうこれはキムタカのアマリの、うん、はい、みんなと一緒に、うん、カツレン女子世界遺産、かっこいい、ね、かっこいいですよね。かっこいい、ダイナミック、これこそですよ、これこういうことですよ。そうです、そうですね。あれですよ、ダイナミック琉球のそのプロモーションビデオを撮った、うん、同じ絵なんですよ、うん、ね、はい、これ10周年にして初なんですって、はい、そうなんですよ。ダイナミック琉球が徐々にもう、うん、流行っていきましたから、はい、まあなんていうかね、今すぐビデオ作らなくてもいいかなと思って10年経ってしまいましたけど、
やっぱりずっと作りたかったんですよ。でもアルバムと同時に、ね、世界のみんなに紹介したいなと思って作りました、はい、素晴らしいですよね。そのダイナミック琉球を含みます全9曲ね、ハイパーエーサーミュージック、こう、ハッピーになれる新しいアジアンダンスミュージックとでも言いましょうか。これね本当に素晴らしいんで、ぜひね皆さんもね手に取って、このね楽曲を聴いていただきたいなというふうに思います。そしてですよ、このあの CD リリース記念ライブが、ね、はい、近々あるということで、はい、ちょっとメディアに、はい、ご紹介します。生間明さんのスピリットオブカーニバル 2CD リリース記念ライブが10月13日土曜日、那覇市若狭にあります、ライブハウス時空にて行われます、はい、オープンが午後7時、スタートが午後7時30分、はい、前売りチケット2500円で発売中でございますよ。はい、はい、もうやがてですね、はい、まあオープニングアクトもね、はい、井上俊一君が決まりました。あ、素晴らしいですね。まあ盛り上げてくれますので、ぜひ皆さん楽しいと思うんで来てください。いいですね、はい、井上俊一君もまたいい歌を歌えますからね、はい、ね、味のある ね、 ね、歌詞ですから、ね、そして生間さんはこれはバンドで、はい、バンドです。大きな音で、ね、ぶちかもします。またメンバーもいいでしょメンバー、はい、もう最高のメンバーですね。おー、楽しみ。もう皆さん歌う準備を、そうですよ、踊る準備をしてね、そう、準備運動していかないといけないですね。時空の方に来ていただきたいなというふうに思うんですけども、うん、さてさて最後にね、あの生間さんからメッセージを万引かしていただきたいんですが、はい、そうですね、もう沖縄の皆さんにはもう特に僕は愛されて楽曲を応援してもらって今に至るんですけども、本当僕の方こそいい音楽でね皆さんにお返ししたいという思いで頑張ってますね。どうかよろしくお願いします。いや素晴らしい。いやもうね、ぜひね、またダイナミック琉球に次ぐ素晴らしい歌がガンガンね、できると嬉しいですね。出てますんでね、ぜひね皆さんもこのスピリットオブカーニバル2、はい、こうね聞いていただいて、でレコ発ライブに足を運んでいただきたいなというふうに思いました、はい、本日のゲストは生間明さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。